オーガスタナショナルゴルフクラブはアメリカのジョージア州オーガスタにあるゴルフ場。毎年4月上旬に開かれるマスターズトーナメントの開催コースとして名高い。1932年、ボビー・ジョーンズとゴルフコース設計カーリスター、マッケンジーとの設計によってオープンした。コースのメンバーは世界中に約300名いるが、当然会員希望者は多く、会員になるためには、 数十年程度待たなければならないと言われているほど難しい。プライベートコースのため、コース会員の同伴か、マスターズの運営ボランティアなどでないと一般人はプレイできず、一般人がプレイするのも大変に難しい。さらに、プレイなどでコースに出る場合にも、コース上を走ることを原則として認めていない。ただし、百七十六年のマスターズトーナメントでは、 この年から日本国内向けの生中継を開始した東京放送の編成部員が日本人としては初めてコース上の走行を許された。当時は同局の放送ブースから遠く離れたグリーン上に CBS のブースが設けられていて業務上グリーンを頻繁に往復する必要が生じていたことによる。開設以来女性会員は認められていなかったが 2012年8月20日、元アメリカ合衆国国務長官のコンドリーザ・ライスと実業家のダーラムーアの二人を初めての女性会員として迎え入れた。また、2019年からは女性アマチュア選手によって争われるオーガスタナショナル女子アマチュアゴルフ選手権を開催。2021年4月には梶谷翼がこの選手権で優勝した翌週に、 松山秀樹がアジア出身の男子プロゴルファーとして初めてのマスターズトーナメント制覇を果たした。1934年の第1回マスターズではホートン・スミスが初代優勝者となった。それ以来、オーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブはゴルフの祭典マスターズの開催地として知られている。他の3つのゴルフメジャー大会が毎年会場を変えて行われるのに対し、 マスターズだけは毎年同じオーガスタナショナルゴルフクラブで行われるため他のメジャー大会とは異なる趣を持っている。また、このコースに隣接してすべてがパー3の9ホールで構成されるショートコースがありマスターズトーナメントの開会前日に行われるアトラクションパー3コンテストという大会の舞台にもなっている。大会が歴史を重ねるにつれて何度かの大規模な コース改造も行われてきた。長年ラフの存在しないコースだったが1998年にファーストカットが設けられ、現在はラフはセカンドカットとなっている。また2002年にはトム・ファジオの監修の下で代々的なコース改造が行われ、コース全長が約300ヤード伸ばされた。その後さらに距離は伸ばされて、現在は全長7445ヤード。 パー72のコースになっている。マスターズコミッティは、これ以上大幅に長くする必要が生じた場合は、マスターズボールを導入すると示唆している。全18ホールに個々の名前が与えられている。オーガスタナショナルゴルフクラブはとりわけグリーンの難度が高いことで有名で、ガラスのグリーン、オーガスタのグリーンには魔女が住むとよく言われる。 グリーンは小さな傾斜と大きな傾斜が重なり合っており、しかも速くてなかなか止まらないのでパッティングセンスが問われるものでもある。雨が降ると湿り風が吹き、10番のカメリアでは湿り風につかまるとミスをすると言われている。また雨はグリーンをさらに速くしてしまい、これもスコアを落とす原因ともなっている。マスターズに挑戦するゴルファーの中にはコンクリートで舗装された駐車場で パッド練習をする者がいるほどである。11番から13番までの3ホールは、フェアウェイの方向が途中で、犬の足のように大きく曲がっていることに加えて、風の向きが読みにくいとされている。現に、マスターズなどのトーナメントでは、この3ホールでのプレーが勝負の明暗を分けることが多い。そのため、神に祈らなければ無事に通れない場所というニュアンスで、一般に、 アーメンコーナーと呼ばれている。アーメンコーナーと命名したのは、スポーツイラストレーテッド氏の記者として1958年のマスターズを取材していたハーバートウィンドである。この年のマスターズ最終日の12番ホールでは、アーノルド・パーマーの放った T ショットがグリーン奥のラフでピッチマークに食い込んでいた。当日は雨上がりであったため、最初に打ったボールがグリーンを越えて、 自分のピッチマークに食い込んだプレイヤーに対して、ローカルルールで救済を特別に認めていた。それにもかかわらず、現場にいた競技員の不手際で、パーマーの救済が認められなかったことから、パーマーは救済を主張した上でプレーを続行。一旦はダブルボギーと扱われたものの、二つ目のボールでパーセーブに成功すると、トーナメントリーダーとして最終日を迎えていた。 ケンベンチュリーを猛追した末にトップへ踊り出た。ベンチュリーは二つ目のボールでプレーを始めるのであれば、最初のボールでのプレー前にその胸を宣言していない。限り二つ目のボールでのスコアを認めてはいけないとの意義を競技委員に唱えたが、結局はパーマーの主張が認められたため、パーマーの逆転優勝が確定した。そしてウィンドは上記の出来事の記事化に際して、 12番ホールにアーマンコーナーという表現を用いた。日本でも1978年のマスターズに出場した中島恒幸が13番ホールで13打も叩いてしまったことでアーメンコーナーが知られるようになった。13打はマスターズの1ホールにおける最多多数記録で1980年には12番ホールでトム・ワイス・コフ。 2018年には15番ホールで前年優勝者のセルヒオガルシアも記録している。ちなみにスポーツ英語としてのコーナーにはゲームの行方の鍵を握る場所というニュアンスがある。ウィンドは同じニュアンスを含んだホットコーナーやコフィンコーナーのような言葉を考えているうちにショーチン、インザットアーメンが思い浮かんだという。1980年までは バミューダ芝だったが1981年からベント芝に変更された。13番ホールには1600本ものアザレアが植栽されている。マスターズの時期に花が満開になるよう植える前に種子を凍り付けしているという都市伝説があるが実際に一度だけオーナーが凍り付けしたことがあるという。ありがとうございます。